回ピックアップするのは、超遠距。このカードは式3で自分が転身し、範囲内の最も高い味方の兵力を7割強回復し、さらに制圧力を上げるというものですね。対して相手は新しい冠羽信仰輪が入っていますね。このカードがかなり藁に強く、またまあプレイヤーの僕自身がもう騎馬隊に親を殺されたぐらいに、もう騎馬隊相手するの苦手なんで、いやーちょっとマッチした時点でうげーって思ってますね。ただ、動画化しているということはそういうことです。まあ超遠距はものすごい活躍する試合なので、まあぜひ見てってください。ここからもうすでに若干綺麗な動きが怪しいですよね。2マス塗りできる制圧になのに1マスずつ塗って進んでるっていうところが、もうなんかやべえプレイングしてんなって感じですね。でここは朝差しも迎撃は取れず、でここで突撃をもらっていくというガバプレイをかましていく。いや開幕めちゃくちゃ怪しい動きしてますね。これなんかもうこの時点でなんか配色濃厚みたいな空気出てますもんね、このプレイングだと。こちらは相手が騎馬隊なので、矢倉4つの地形を引いているっていうところ、まあここかなりラッキーなんで生かしていきたいというところで、超遠鏡が下降トンと一騎打ちを起こしてしまう。超遠鏡の特技は、6人制圧位置で魅力ですね。イラストもいいですね。見えないものを見ようとして超遠鏡を覗き込んでいきたい、そんな一騎打ちですね。ただここ理論値出してます。理論値出してもなお勝てない。まあそれでもまあ引き分けんできただけ上出来ですね。でここなんですが、李鶴が追いかけて走車すればワンチャンあったかというところなんですが、ここ関羽に祀られるんを恐れて下がってしまう。そして李鶴が城に下がっているにもかかわらず多勢の攻めを打ってしまうガバプレイ。これ武力、多勢の攻めは戦場に出ている部隊数で判別するために、そしてここで矢倉によって崩壊の撤退もさせれずに、で相手は、城塞効果が城内補給なので、ここは相手の兵力もうすでに崩壊ここまで来てしまっている。僕は思うんですよ、最近のバージョン、というより城塞効果が出てからのバージョンって本当騎馬隊強いと思うんですよね。騎馬隊に城内補給つけるのが本当にすごい強いなって感じて、僕はこれされるのすごい苦手なんですよね。というところで、まずは下降トンを撃破。で、超遠鏡は、崩壊への突撃をチャレンジするだけして、接触ダメージを与えたところで、会場の転身。このように、自分は城に帰りつつ、対象の味方の兵力を大幅に回復することができます。で、長砲で崩壊の突撃を受けることで、綺麗な兵力をまだ大事にして、で、こちらが進軍する際に、急いで進軍したので塗り残しがあったんで、そこを超遠鏡で塗り直して再び制圧有利を点灯させる。でここは弓マウントプラス綺麗で内乱を取りに行けたらというところ。ここ長砲は、内乱を確実にさせるために、濡れてないマスを塗りながら城へ帰っていく。で再び超遠鏡はマウントしながら消耗していくんですが、ここですね、ある程度消耗しきったタイミングで再び会場の転身。これによって城に戻る時間も省きつつ、さらに綺麗を回復。でこちらは式3で相手の式5を吐かすことが成功しましたね。石眼の一括はこれで、そろそろ降下時間が切れるというのもあって、キレイは撤退してしまいそうですが、キレイもあれなんですよ、降下時間すごい数えやすいんですよね。前回挙げた長子と一緒で30カウントぴったりなので、発動時のカウントを見ておけばいつ切れるかはすごく分かりやすいタイプの計略ですね。相手の崩壊が迅速高校校なので、これはちょっとできることならあまり通したくない。
というかまあ、なんでこいつを狙ったのがれたんだって思うんですよね。僕は正直なんかどんな壊れ計略よりもこいつのスペックが一番許せねえよって思っちゃいますね。でここ3部隊固まったところで、長砲で牛歩の刑、これで相手の突撃や、騎乗を封じつつこちら側は一方的に突撃することができる。ただ、こちら妨害計略のいつものように、効果時間が平方根計算なので自分より知力の低い相手にはそこそこ持つが、自分より知力の高い相手にはあまり持たないという感じですね。ここ長砲は関羽じゃなくて下降トンを狙ったことで関羽の撤退をちょっと遅らせることができました。で下降トンの効果時間がもうそろそろ切れそうなんで下降トンは撃破していきます。で、ここで相手が奥義を叩いてこなかったということはおそらく神速の大攻勢をチョイスしているものと思われますので、相手の崩壊や下方トン関羽の復活からの神速の大攻勢で迅速崩壊が縄文にダイブしてくるというのが負け筋になりそうですね。こちらが推計で3部隊撤退してしまっているので空いたところに神速の大攻勢でバーッと来られるとひょっとしたらこれまだこっからでもまくられるかと思うところなんですが、ここ、まあ、勝ちを確実にするための計略がありますね。超遠鏡の工場が入ってさらにもう一発入ったところで三度、海上の転進、これで相手の部隊が神速の大攻勢でダイブしてきたとしても負けることはほぼなさそうという感じですね。なおかつ綺麗に1部隊避けるぐらい兵力が回復したので、これで、勝ちという感じですね。ここまで見ていただきありがとうございました。これすごい超遠鏡大活躍の試合になったと思います。一応 YouTube いろいろチェックしてはいるんですが、多分今僕が知ってる限り超遠鏡がここまで活躍してる試合ないと思うんで、このカード使ってみよう みたいに思った時の参考にぜひどうぞと思います。それではお疲れ様です。兄者の元へ続く道は誰にも止められぬ。よりもやはり一騎打ちだな。Yeah.
ては加藤玄奘が務めよう。行かせない。責任は俺が取る。損切りですね。あんたの盾は壊したよ。さあ行って。これは良かれと思って。行かせない。過去を見せない。行く。良かれと思って。